ドブホズドブホズは、労働シオニズム運動の指導者、ハガナーの創設者の一人、イスラエルにおける航空の先駆者。1894年、ロシア帝国のボルシャに生まれた、ホズは、まだ子供であった1906年に、家族と共に、オスマン帝国統治下のパレスチナへ移り住んだ。1909年以降、ホズは、テルアビブ氏において、組織化された。 防衛隊の活動に参加した。当時の仲間には、シャウル・メールフ・アビゴル、エリア・フ・ゴロム、後に、イスラエルの初代外務大臣となるモシェ・シャレットラがいた。第一次世界大戦中、ホズは、ユダヤ人青年たちにも志願して、軍事訓練を受けるよう促し、自らもトルコ陸軍に志願して、1916年から1917年に、かけて軍役に就いたが、その後は、 パレスチナのユダヤ人入植地の安全を確保すべく活動を続けたため死刑を宣告された。しかし、イギリスが占領したばかりだったパレスチナ南部に脱出して死刑を免れた。1918年から1920年にかけてイギリス陸軍のユダヤ人旅団の軍務についていた。ホズとシャレット、1930年撮影。ホズはユダヤ人部隊の編成に取り組んだ。 1920年から1930年にかけて、ホズハ・ハガナーの創設に参加し、中央委員会の一員であった。1931年から1940年にかけてはハガナーの全国司令部の一員となっていた。さらに彼は、労働運動の指導者の一人となり、社会主義を主張した政党アフドとハーボダの創設に参加した。1935年、ホズは、 テルアビブの副市長に任命され、後にはヒスタドルーとのアラブ担当の代表やイギリス労働党との連絡窓口、政治部門の代表となった。ホズは1940年12月にアビロンの役員会へ向かう途中、交通事故で死去した。車に同乗していた妻リーフカ、娘、ティルザも犠牲となった。ホズはデガニア・アレフ出身のイツアーク・ベンヤーコフと共に、 アビロン航空の共同創設者であり、ホズは事実上の最高経営責任者であった。アビロンは、異臭部から生まれた数社の先駆的航空会社の一つであり、将来の安全保障上の必要も見越して創設されたものであった。パイロットを要請し、当初はイギリス委任投治料パレスチナの領域内、後には外部の各地を結ぶ路線を確立していったが、その一方では、 一周部の方が的で、小規模な、マタイ方な空軍としても機能し、最終的には1945年から1947年11月10日にかけてパルマッハの航空部隊、パラビルとなり、さらにイスラエル建国島では、ハガナーのシェルートアビルとなった。ネゲブの器物ドロットは、ホズ一家を記念し、事故死した3人の名、ラブ、リベカ、 ティルツェのヘブライ文字の当時語から名付けられている。デルアビブ北部のスデドブ空港は、ドブの名にちなんで命名されたものである。ありがとうございます。